シュレッサー日産両チームの相次ぐ交代でラリーの焦点は増岡、篠塚、クラインシュミット、フォントネの三菱チーム内の優勝争いに絞られた。チームオーダーは一切ない。全ては真剣勝負。三菱チームの監督セリエスはそう言い切った。その言葉通り白熱した接近戦が展開した。増岡、篠塚のタイム差は12分。ここで篠塚が一気に攻勢をかける。篠塚、増岡をパス。これに発奮した増岡が抜き返す。篠塚、時速110キロでキャメルグラスに激突。車に大きなダメージはなかったが、篠塚の肋骨にはひびが入った。1月9日は今大会最長 SS の520キロ。車を極限性能まで追い込んだ激しい攻防が続く。篠塚はこの日が勝負どころと読んだ。ルート確認のため増岡、クラインシュミットが一時ストップ。篠塚はこの間隙を縫って左にルートを取る。しかし篠塚がスタックしている間に増岡、クラインシュミットはこの場を抜け出す。篠塚は脱出に15分かかり、増岡との差は29分と開いた。この日のトップタイムはクラインシュミット。篠塚と入れ替わって総合2位に浮上。3番手だった。着いたな。アクセル踏みっぱなしですか？そうです。今もう6速で今6500回転くらい上がってますね。ちょっとさ、トップスは外れた。トラブルの少ないものが生き残る。最後の勝負どころと言われたこの日、増岡を追う篠塚、クラインシュミット両車両にメカニカルトラブル。増岡とのタイム差は一気に50分以上に広がった。増岡はゴール付近でチームメイトのフォントネに追突されるハプニングがあった。 SS5 回目のトップタイムで初優勝に向けて大きく前進した。あ、どうでした今日は？あれ、トップですか？今日はトップタイムだったけど疲れた。すんごいハードだった。めっちゃくちゃハード。こんなのないね、今まで。増岡は今回で15回目の出場となる。足掛け16年、ここまで上り詰めるには並々ならぬ苦労があった。言葉が通じないフランスでの2年半のメカニック研修。速さに定評がありながら結果に結びつかないジレンマ。そして昨年の優勝目前での事件。増岡を首位の座から引きずり下ろそうとしたライバルチームはスタート順を無視してペナルティー覚悟で増岡より先にスタート。これを受けて増岡は勝負に行かざるを得なかった。しかし無理な追い越しがたたって切り株に接触。初優勝の夢は儚く消えた。今年はどうしても優勝が欲しい。その実現まであと3日。1500キロ、2位以下に52分のタイム差。誰もが増岡の総合優勝を確信したこの日、勝利の女神は増岡に最後の試練を与えた。
増岡は右にルートを取らなければならない分岐点を見逃し、20キロにわたってミスコース。このタイムロスで2位のクラインシュミットとの差はわずか18分に詰まり、勝敗の行方は再び混沌とした。どうしたんですか今日は。ミスコースやばいですよね。30分ぐらい遅れないでしょ。増岡の脳裏にあの悪夢が蘇った。増岡はこの1年、自分を強くすることをテーマに体力、精神力の強化に取り組んできた。お前のこの1年間は何だったのか。自分を信じて走れ。増岡は何度も自分に言い聞かせた。眠れました？少しは。いや、ほとんど眠れなかった。ダカールまでの最後の1000キロ、増岡は自分と戦いながら走り続けた。ダカールを渡る潮風、その潮の香りを感じた時、増岡は全ての不安から解放された。17日間9500キロ、人と車の限界が試されたパリダカ。三菱パジェロは総合1位から4位までを独占する圧倒的な強さで、2年連続7回目の総合優勝。20年に及ぶ三菱 4WD テクノロジーの信頼性の高さを今年も世界に実証した。足掛け16年、増岡はやっと悲願の総合優勝を手に入れた。自分を信じて、自分の力を信じて、ずっと頑張ってきて、ずっと苦しいフランスの下積み生活があったりして、でも世界の頂点に立てて僕はすごく嬉しいです。ありがとうございました。過酷な大自然と1秒を争う厳しい戦いの中で、勝つための努力が人を成長させ、技術を進化させる。1983年に始まったパジェロのパリダカ挑戦、そのスピリッツは20年経った今も輝き続けている。Mitsubishi Motors.